はい、皆さんこんにちは。今日は奈良県桜井市にあります花山塚古墳をご紹介したいと思います。大原という桜井市から宇陀市に、かけて登っていきます峠の途中、山道をかなり登ったところにある古墳ですが、尖閣式、レンガを積み重ねたような石室が非常に美しい古墳となっております。意外と、金網があるんですけど、意外と低いですね。若干かがみながら前に進みたいと思います。先導部分も非常に美しい形で、まるでレンガを積み重ねたように、石が積まれております。天井石は若干大きいですね。そして、これが玄室でしょうか。中に入っていきたいと思いますが、玄室非常に狭いです。かがまないと入れないぐらいです。そしてこれが玄室横の、石室の石積みですが、見ていただきましたら分かるように白く塗られてるんですね。これは漆喰の跡ではないかと言われております。つまり出来上がった当時は真っ白だったんじゃないかと言われております。そして、石室内ですけれども、狭いですね。石棺が一つ入ったかどうかというぐらいの大きさになっております。ちょっと、人が入るには狭いような形です。しかし中もですね、非常に美しい形で石が積まれております。そして中の、壁にも石積みにも漆喰が塗られております。非常に珍しい古墳ですね。はい、これが石室内から外を見たところです。鳥獣による被害を防ぐためでしょうか、網が張られております。さあ外に出てまいりましたが、このような形で非常に珍しい変わった形の石室が残っております。桜井市大原にあります花山、正式には西古墳でございました。